はいどうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように、再生リストをまとめさせていただいております。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。はい、皆さん、本日ですけども、皆さん、どういった充電器使われておりますでしょうか？特にですね、旅行に行くときの充電器、ベストなものを持っていますか？はい、今回はですね、旅行に最適な、充電器をね、僕が、ちょっと幕開けというクラウドファンディングの方で、見つけましたので、それをご紹介しようかなと思います。はい、それ何かというとこちらになっております。プシープシー。はい、こちらのですね、高速充電が可能で最大出力が 200W、 しかもそれだけじゃない、なんと 1.8 インチのディスプレイがついているので、電力供給が今どのようになってるかもわかるガリウムアダプター、こちらの充電器をご紹介したいなと思います。はい、で、皆さんね、多分いろんな充電器、アンカーさんだったりとか、その他アップルさんの充電器とか、いろんな充電器を使われてるかなって思うんですけども、充電に対してですね、こういった不安とか、そういった悩みを持たれてる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。例えば、複数のデバイスをですね、充電したいが充電器が一つしか持ってないっていう、あとは同時に3台ノートパソコンを充電したいけども、それができない、あとはパワーが小さすぎて充電速度が遅くて、朝の忙しい時間の時にさっと充電したいのにそれが叶わなかったりとか、あとはデスクトップは様々な充電デバイスでいっぱいで、もう線がごちゃごちゃで、すごい困ってるっていうこともあるかなと思います。それを解決できるのが今回のこの充電器になっておりまして、これ何がすごいかっていうと、 200W の充電器なのです。僕は過去にいろんな充電器を紹介してきましたよ。はい、だけども、その中で 200W っていうのは紹介したことなかったんですよ。マックスで 100W かな、なんだけど、今回のこれに関しては 200W だし、しかも最近ね、充電器の界隈では有名なガンを、含んだですね、充電器になっていますので、高速パワーかつ、かなり高性能な充電器になっているので、今日はね、こいつを余すことなくご紹介できればなと思います。で、今回の 200W、 やっぱり 200W ぐらいになると高いんじゃないのっていう風に思われてる方いらっしゃると思うんですけど、幕開けで今買うとね、結構僕はね、お得だなって思いますよ。ブラックフライデーとかで充電器買うよりもお得かなって思ってます。はい、1個なんだけど、これ早割を適用させると 29% オフの 13,972 円から購入することが可能です。で、こちらクラウドファンディング製品なので、あくまでもですね、早めに出資支援を行わないとですね、今のこの価格では買えないので、もしかしたら僕は紹介を、このビデオを流すときにはですね、もうすでになくなってるかもしれません。なので、もし見つけた方いらっしゃったら早めに購入していただいた方がいいんじゃないでしょう。今回のこの充電器、何がすごいかっていうと、やっぱりこの特徴を持ってるところがすごくてですね、例えば最大出力パワーが 200W で 1.8 インチのここの部分にディスプレイがついた、まあ今までに見たことがないですね、高性能充電器になっているので、リアルタイムでこう表示ができて、充電供給っていうところがしっかり把握できるっていうところも、やはりこうガジェットをたくさん持たれてる方からしたら恩恵ができるポイントではないでしょうか。で、さらには 100W ポート3つで 22.5W ポートを2つ搭載しているので、まあ同時に5台のデバイスを充電したとしてもですね、パワー不足だなって感じていただくこともございません。で、2台の充電デバイスを収納できるスタンドもついていますので、デスクトップ周りも整理ができるっていうところも結構いいところかなっていうふうに思います。はい、それではですね、早速こちらの充電器、しっかりと見ていきたいと思います。見ていきましょう。Let's go!はい、お待たせいたしました。今回の充電器はこちらになっております。はい。ちょっとね、ボックス的には大きめではあるんですけど、まあ 200W ってなるとね、まあ今まで僕が紹介した U グリーンとかも結構 100W でも大きかったじゃない。だからそれなりに存在感はあるんだけども、パワーとしては申し分ないので、デスクに置く添え置き型とか、あとはたまにね、長期出張とか旅行される方とかはこれ使ってみていただくのはいいかなと思います。はい。まあ普段使いっていうところではちょっと重たいかなっていうふうには思うので、まあそこら辺の用途はね、皆さんでどういうふうに使うかっていうのを考えてもらえればなと思います。はい。で、早速開けるとこんな感じになっていて、まずこの式台を取ると本体が見えてきます。で、今回ね、これサンプル品ではあるので、ちょっとセット内容がですね、従来のものと変わっておりまして、今回のこの、サンプル品に関しては、こういう感じでですね、
まあ、スタンドと、あと、三つ股プラグが付いてくるんですけど、この三つ股プラグは、実際皆さんの元に届くときにはですね、通常の AC コンセントになっているので、そこはね、ご安心いただければな、というふうに思います。はい。で、本体に関しては、今回、ブラックとホワイトがあるんですけど、ブラックの方をメーカー様からお借りすることができました。はい。おー、ずっしり感は結構あるな、この状態で。うん。こちら部分が充電の線をね、刺すとこになっていて、タイプ C が3本の A タイプが2本っていう形ですね。こっちにこの AC をね、付けるといった感じになっています。はい。で、早速ちょっとこれ組み立ててみましょう。はい。まあ、こういう風にスタンドに立てていただいて、で、このサイドの部分がね、こういう感じにちょっと波打った感じになってるので、まあ、スマホ立てていただいてもいいし、iPad 立てていただいてもいいし、まあ、いろんな使い方ができるデバイススタンドにはなっております。電源を入れていただくと、ここのディスプレイの部分が自動的に光る形になっていて、今の状態では、もう少しこう近くに寄るとわかるかな。こういう感じになっていて、電源供給特にしてないので、まあ、特に何も表示されないっていうような感じです。はい。こういう充電器って、断線してる場合とか故障してる場合っていうのが、一見ね、こうわかんないっていうことが結構多いので、そういう意味ではですね、こういう風にディスプレイが表示されていて、どのポートが壊れてるかっていうのも、しっかりと把握できるのもいいし、ちゃんと通電してるかどうかっていう意味でですね、断線してる線がないかっていうのも把握できるのもいいかなと思います。はい。早速、ちょっとスペックの方をご紹介させていただくと、スペックとしてはこちら、入力が100から240V、50、60Hz の 3A という形になっております。はい。で、インターフェースとしては USB-C×3 の USB-A×2 という形になっていて、ポートの C1、C2、C3 という形で、上3つに関しては、21V の 5A から、まあ、20V の 5A、15V の 3A、12V の 3A、9V の 3A、5V の 3A という形でですね。違うな。この上3つの C1、C2、C3 に関しては、3.3V から 21V の 5A、そして 5V の 3A、9V の 3A、12V の 3A、15V の 3A、20V の 5A という形でですね。つなぐもの、つなぐ数によってね、まあ、こう変動する形ですね。下のポート A1 と A2 に関しては 5V の 5A がマックスで、 5V の 5A、 5V の 4.5A、 5V の 3A、 9V の 3A、 12V の 1.5A の合計 22.5W という形になっております。で、PBS 3.3 から 21V の 5A っていう形になっていて、 USB-C も PD3.0、 PD2.0、 PPS、QC4 のプロトコルに対応しているので、まあそこら辺のところも含めてですね、結構、まあこの企画としてはですね、かなり優秀かなと思います。はい、A に関しても同じくですね、QC3.0 にも対応していますし、まあその他、もろもろと対応しているので、まあ、ここら辺のところもすごいいいなと思いました。で、やっぱりこういう充電器ってなるとですね、ちゃんとした保護を、されてるかっていうところなんですよ。この保護に関しても、まあこのような形で過電圧保護とか過電流保護もしっかりしてますし、低電圧保護とか高温保護もしっかりしているので。で、ここら辺の火事になるっていう心配もないかなと思います。で、一応認証としては CE、FCC、CB、PSE、ローズには、取っておりまして、まあ、このような形でですね、しっかりとこの後ろの部分に関してマークがすべて載っております。なので、安心していただければなというふうに思います。たまにね、よくあるのが Amazon とかでここら辺の認証取って販売してるものがあるので、それって結構危険な、ものになるので、今回のやつは安心していただけるかなと思います。で、製造国は中国という形になっております。で、先ほどいろんなね、まあつなぐものとかつなぐ数によってこう変動しますよっていう風に言ったと思うんだけど、まあこのような形になっていてですね、まあ3つの 100W ハイパワーでタイプ C の出力ポートがついていて、2つの 22.5W の超高速充電ポートがついているといった感じです。つなぐ数とかものによって、まあ若干変わっていて、例えば上の一番上のね、ここのタイプ C に関しては何台つなごうが 100W です。ただし下に関しては、2台までは 100W でいけるんだけど、3台から 65W に、ちょっと低くなります。で、下に関しては30、20、20っていう形になっているので、まあ、ここら辺のところもね、まあ、あのイヤホンとかそういうのをやるにはいいんですけど、パソコンとかやるにしてはちょっと不十分だなっていう感じになっています。はい。で、 5V の 3A、22.5W っていう形で、こっちの方がちょっと若干出力が高く、こちらの方が 5V の 3A っていう形です。で、下に関しては 5V の 3A 2つ2連なので、まあ、そこまで、まあ、充電のスピードっていうのは変わらないかなっていうところです。で、
やはり、こいつといいところとしては、これ海外でも使用できる仕様にはなっていて、まあ充電ケーブルのここの部分をですね、変えるだけでですね、まあ幅広い電圧、100V から 240V まで対応しているので、まあ世界旅行とかでも使えるっていう意味では、家に、使うような、まあ遅い動き方の充電器っていうだけではなくてですね、トラベルっていう面でも使いやすいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、なんといっても、こいつのすごいところ、いいところっていうのを、これから仕様でご紹介させていただこうかなっていうふうに思うんですけども、やっぱりいいのが、この同時充電ができるっていうところではないでしょうか。やっぱりね、今までの、まあ、いわゆるデバイス充電器っていうのは、何が不満かっていうふうに言うと、どうしてもね、一気に充電することってできなかったんですよ。なんですけど、これに関しては、しっかりとこうポート数もたくさん揃えているので、そういう意味でもですね、多くのデバイスをお持ちの方にはかなりいいんじゃないかなと思います。はい。で、この、今回の充電器に関しては、充電状況をリアルタイムでこうチェックできるモニターがここに 1.8 インチのものがついているので、まあ、どこにどれだけの電気が流れているよっていうのがすごいわかりやすいっていうところも一つポイントです。はい。ちょっと実際にですね、ここの部分、何個か繋いでみてどういう風に表示されるのかっていうのを実際見てみましょう。はい、はい、早速なんですけど、いくつかの充電ケーブルを用意してきました。まず、繋いでいきたいのが、こういったね iPhone Pro Max ですね。これ Type C のケーブルになっているので、まあそうですね、一番上に繋いでみましょう。こういう感じでします。で、繋ぐと早速充電が始まって、ここの部分見えますかね。こういう感じで、しっかりと電気が流れてるっていうのがわかるかなっていうふうに思います。で、続いてじゃあもう一つ繋いでいきましょうか。はい、じゃあ次は同じく携帯デバイス Galaxy なんですけど、 Galaxy もこちらに繋いでみましょう。はい、こういう感じ、同じくですね、こういう感じで下のメーターも C2 が動き始めたのがわかるかなというふうに思います。はい、どんどん繋いじゃいましょう。はい、次繋ぐのが、Apple Watch の充電器を繋いでみようかなと思います。こういう感じに繋いでいただいて、で Apple Watch をここに繋ぐ形にすると、はい、こういう感じになっていて、これ今ね、過電流保護が働いてるんですけど、例えば、よいしょ、こういう感じにすると、今ね、ここの部分の A1 のところ、まぁ、ちょっと 0.1 がチラッといっちゃってるけども、まぁ、あんまり動いてないのわかりますかね。これなぜかっていうと、いわゆるですね、今充電これマックスなんですよね。なので、ほとんど充電せずに電力を使わずに、まぁ、動いてるよっていう感じになっています。はい。もう一個タイプ C の、ケーブルをこの下に繋いじゃいましょう。はい。で、このイヤホンをね、このイヤホンを充電してみようかなと思います。はい。すると、こういう感じで、メーター、今、C3 以外はですね、基本的に繋いでる形になるんですけど、まあ、こういう感じで、バランスよくですね、充電を、やっていただいてるので、やってくれてるので、一気にこう、充電を仕掛けたいよっていう人にはかなり便利かなと思います。だって、今俺繋いでるの、こんなにあるんだよ。ほら。めっちゃ繋いでるっしょ。なので、1個の充電器で、これだけのデバイスを同時に充電できるっていうのは、かなり、こう、時短にも繋がるし、僕的にはいいかなと思いました。で、この充電器に関しては、第3世代の新しい半導体材料が搭載していて、それが窒化ガリウムってやつなんですよ。で、高電圧の高周波、高効率、そして高温耐性、で、化学的安定性などの、特性を備えているので、アダプターの小型化、軽量化、そして高機能化を実現できる上、高速に充電できるのが、この窒化ガリウムのいいところで、まあ、一般的に昔までだったら、もし 200W しようと思ったら、もっとどでかいね、なんか大砲みたいな、キャノン砲みたいなやつだったんですけど、もう今 200W でもこれだけコンパクトに、まあ、充電が行えるので、ここら辺のところはかなりね、僕的にメリットが高いんじゃないかなっていうふうに思います。はい。実際皆さんね、こう見てもらってどうですか？この 1.8 インチのディスプレイ。めちゃめちゃ見やすいでしょ？よくある CK とかなんかそういう感じのやつだったかな？なんかね、最近ある、充電器あるんですけど、それと比べると圧倒的にモニターサイズが大きいので、充電効率っていうのがしっかりとこう、されてる、充電がしっかりされてるかっていうのがすごいわかりやすいし、しかも、まあ、こういうガジェット YouTuber さんだったらよくあるのがこういうケーブルのレビューですよね。そういうのに関しても、ここを見れば、どれだけマックス、機材にですね、電気を送れるかっていうのも、しっかりとこう、詐欺されてないかっていうのを把握できるので、こういうレビュー用として、こいつを導入してあげるのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、
2台のノートパソコンを 100W のパワーで同時充電することができるぐらいですね、この、充電器はかなりパワーも強いので、まあ結構そういう意味でもですね、パソコンの充電器としてこいつを使いたいよっていう人もいいかなと思っています。で、今、こういう風に、実際、まあデバイスをねぐちゃぐちゃに置いてるけども、例えばもっとスマートにしたいよっていう場合、線をちょっと短くしてあげて、このスタンドをうまく活用さえしてくれれば、実際のところまあこういう感じでねデバイスをしっかりとこうまとめることはできるので、もう少しこの線の長さをね工夫さえすれば結構いいデスク環境は整うんじゃないかなっていうふうに思います。はい、あとね今回のこの製品なんだけど、今僕の手元にね 100W 放出できるアイテムはないからあれなんだけど、 100W 対応のアイテム、例えば PC とか、そういったものを、まあ、Type-C で充電するものがあるのであれば、これね、Type-C のポート 1,2,3 を、使用していただければ、基本的にですね 100W で合計 200W まで、まあ、充電が同時充電可能なのね。なので、まあ、そういう意味でもですね、結構ここら辺のところは使いやすいんじゃないかなっていうふうに思いました。それじゃあ最後にこちらまとめの方に行きたいと思います。まとめていきましょう。レッツゴー。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、こちらの充電器をご紹介させていただきました。はい。結構この充電器良くて、僕自身ですね、これ届いてから、まあ、1週間ぐらい使わさせていただいてるんですけど、マジ使いやすいよ。で、本当にね、まあこう、今までの、持ってたケーブルの断捨離の時に、これワット数めちゃめちゃ低いから、もうこのケーブルいらないやっていう感じで、する時にも役立つし、それ以外でも、今のこの自分の携帯にどれだけの電気量が流れてるかっていうのがわかるから、ちょっと節約するために充電効率がねいいケーブルを揃えようかっていう気持ちとかもリマイン、ちょっとね節約するために節電効果の高いケーブルに変えようかなっていう風に思ってる人とかにも、かなりこう後押ししてくれる製品にもなるし、なおかつこのやはり5台充電できるっていうのは本当にね、僕みたいにこういうデバイスをたくさん持ってる人からしたら本当神だなっていう風に思いました。はい、で結構このディスプレイサイズもかなり大きいので、僕的にはすごい見やすいかなと思います。使ってみていいところ悪いところとしては、いいところはやはりこのディスプレイサイズが大きいっていうところですごい見やすいっていうところと、あと電気が流れてる量っていうのがすごい簡易的にわかるので、一般的にこういうね、電流の、大きさを測る機材っていうのは結構見方が難しいんですよ。なんですけど素人でもわかりやすいっていうところはすごいいいなと思いました。で回路の保護系に関してもスペック通り結構ですね、たくさん安心して使っていただけるように試験を通過しているので、そこら辺のところも火災になりにくいっていうところもいいかなと思います。はい、今回黒なんですけど白も結構いいと思いますし、まあ、この黒白で揃えられるっていう意味では、結構ガジェット類の、マッチしているので、スペック環境を整える一つのアイテムとして、取り入れやすいかなと思います。じゃあ一方デメリットあるんですかっていうと、デメリットね一個だけあって、コンパクトではあるんですけども、やはりちょっと重たいなっていうふうには思ったので、普段使いのですね主に外出で使いたいよっていう人はちょっとね重たさが若干ネックになるかなとは思います。しかしまあ単純に出張に行く時だけこいつを使うとか、それこそ家にいる時はもうデスクの上に添え置き方で使いっていうような人とかはですね、基本的にそこら辺のところはあんまりね、まあデメリットに感じないかなっていうふうに思うので、あくまでも毎日持っていくっていうところを考えるとちょっと重たさがネックになるかなっていうふうな感じです。こんな感じで今回の動画は終了させていただきます。こちら幕開けで現在も中止支援中ですので、ぜひ皆さん、使ってみてください。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。